ミレーナ。お帰りなさい、ウラジミール。軍隊を作ったのか。資金を生かしたの、大義のために。同志たちよ、再会を果たしたぞ。皆の努力と今日の成功は称賛に値するが、罰もいるな。イワン、お前は俺の計画を疑ったよな。時間を無駄にしたんだ。タイミングが全てなのに。司令官、慎んで申し上げます。いいか、自分の過ちを認めるんだ。アンドレイ、己を証明したな。これからは副官を務めろ。信頼に感謝します。我が戦士たちよ、俺は不在だったがお前たちと共にいた。あれから敵はさらに強くなり、 ULF はウルジクスタンを取り戻してしまった。時は来たぞ、奴らに真の力というものを示せ。これは近くの戦いだ。理想的な嘘が真実を曇らせる。人々が信じるものを操れば支配できる。これが我々の武器だ。戦争の道具として使い、ロシアの栄光を取り戻すぞ。真のロシアを。西側は選択肢が好きだ。それを奪ってやる。我々に従うほかない。事態は一刻を争うぞ。マカロフは脱走すると他方面に部隊を動員した。コンニグループに日の出前にウルジクスタン港を襲わせた時、ファラが居合わせたんだ。彼女は無事か？ああ、だが戦闘時彼女のチームに死傷者が。その分敵も倒したが。さすがファラだ。港には何が？アメリカ製のミサイルだ。コンニはミサイルを手にしたのか？マカロフはそれで何を企んでる？それを調べないと。奴らの居場所を突き止めたら行動に出る。ロゼル、他方面に動員と言ったよな。他のターゲットは？コンニの部隊がウルジクスタンの原子力発電所に集結している。稼働してるのか？バルコフを倒した時に放棄された。そこに何がある？お前たち4人で調査しろ。ラジャー、俺とゴーストで偵察する。ソフとギャズは周囲を確保しろ。マカロフが核を使う気なら絶対に阻止するんだ。了解だ。ブラボー、取りかかろうぜ。あと1分、急げ。クレート準備よし。その中の装備を使うことになるかもな。ああ、あと1分、急げ。クレート準備よし。その中の装備を使うことになるかもな。ああ、開けます。30秒前、高度2000でパラシュートを開け。ギリギリだな。いつものことだ。集合地点を確認しろ。了解。ブラボーへ監視を始める。コンニのヘリが3機駐機している。オレンジのスモークが目印だ。核物質の回収地点だな。ああ、そのヘリが優先ターゲットだ。破壊して核の脅威を封じ込めろ。ラジャー、監視に取りかかる。ゴースト、放射線の反応はあるか？いや、どのヘリにも反応はない。
爆発物を使っても大丈夫だ。了解。プライス、何をするつもりだ。車の整理だ。コニーの JLTV に乗った。配置完了。シックス、任務を進めろ。ソンイエ、最初のヘリを静かにやるのは終わりだ。次に取り掛かれ。シックス、JLTV が外に来たのに来た。セブンワンからシックスへ。コンニが爆発を起こしてる。ダイ、まだ放射線は警告されない。ジョニー、ヤリック、そっちは。いや、コニーだ。放射性物質がないなら、コニーは何を探してるんだ。このままそれを探るんだ。コニーが2機目のヘリの守りを固めてる。光線に備えろ。見えるか。消防施設にパレットがある。必要なら行ってみろ。敵の JLTV を奪う。ターゲットにコンニが大勢いる。マクロフの仲間には超国家主義者がたくさんいる。奴らが追ってくる。了解。シックス、やれ。一秒撃破。よくやった。あと一機だ。JLTV を乗っ取った。ゼロセブン、放射線に変化は？なしだ、ウォッチャー。そいつはおかしい。奴らは原子炉内に入ったはずだ。電源が消えて、ドアが閉鎖されてる。そのままにしとけ。ブラボーシックスに通知。コンニの装甲ヘリが飛行中だ。
ームターレットをセット。エリを空から叩き落とせ。いいぞ、エリを撃墜した。最後のヘリが見えた。了解、破壊しろ。戦闘予定外。最後のヘリが近い。了解だ。ジョン、マシンガンを積んだ装甲車が来る。原子炉へ移動する。まだ交戦中だ。了解。ブラボー各員、原子炉になだれ込め。了解した。中に入る。繰り返す。ジョン、よく聞こえない。電波が途絶えて。はい、敵のヘリがいます。原子炉の上でロープを下ろしてる。コンニが何かを見つけたんだ。2度目の回収を試みて、今すぐ止めるぞ。そういえ、原子炉が容器を回収してる。中身を確認できるか。無理だ。ブラボー確認。あのヘリを撃ちまくれ。撃墜する。化学兵器を回収してる。コンニがヘリでガスを持ち出してる。逃げられるぞ。ゴーチャー、追跡できるか。了解、ゴースト、待機。ゴーチャー、シックス、原子炉が封鎖されて出られない。シックス、コンニが原子炉に侵入しようとしている。いや、とどまれないな。パワーがない。どこかに隠れる。はい、コンニが上にいるところから。ゴーチャーもうダメだ。コンニの狙いは確実だ。ガスが上がっている。これも漁協はもう近く。はい、待機してくれています。ロープをつかめ。フェライツ、ガスから離れろ。ロープ上がれ。よし。時間がかかります。もう平気だ。頭痛や吐き気は？毎日だ。いつもの単位だ。他の連中のように顔が溶けるかと心配したぜ。
その方がハンサムだったかもな。コンニは化学兵器を。ああそうだ。マカロフは収容所出てすぐに俺たちを出し抜いたんだ。あのガスは何なんだ。マルコフの忘れ形見だ。サリンか。高濃度なものだ。実性が高い。容器一つであの威力だ。そいつが大量に盗まれたのか。今はウルジクスタンの近くにある。ファラオを探すぞ。